あ、そう、あの寺坂農園のために働くなってたまに言う、中例で、うん、なんでかって言ったら、いや寺坂農園のために働いたら必ず俺は裏切るからって言ってるの。ではまた次の質問に行かせていただきたいと思います、はい、うん、寺坂農園では朝礼の挨拶や中礼の挨拶で、うん、やっぱ社員さんの方々には寺坂さんが社長本人から、うん、その言葉を話されることがあるじゃないですか、あのためになるお話であったりだとか、はいはい、そういうお話はどういう目的でされているのかなということを、あ、なるほど、聞かせていただきたいですね。中礼で、まあ、専務が仕事の話して、で社長の話って言って挨拶の練習した後、まあ、一言喋るんですよ。ちょっと偉そうなこと、 Facebook とか Twitter とか見て、あ、この言葉いいなって、僕はこう感じたっていうことをお話しするんですよね。なぜその中礼でみんなに役立つ話をするのかって、みんな、なんでこの元をたどれば、こんだけ人を雇って、ね、農業事業を大きくしてってやってってるのは、みんなに幸せになってほしいからです。より、それに尽きる。やっぱ社員の社員や農場スタッフ皆さんの方の、やっぱここに働きに来て、ああ幸せだっていう瞬間を増やしてほしい。うん。で、生きづらさ、まあ、悩みとか、今ちょっと直面している問題とか、うん、そういうところで、あ、そっかって、そういう方向考え方あるんだ、楽になったとか、あ、そうやればいいんだとか、旦那との関係良くなったとか、子供との関係も楽になったとか、うん、人生が良くなっていくっていうのがすごい大事だと思ってる。なるほど。うん、もちろん、あの給与たくさん払うことも良くなることだし、ただそれだけじゃなくて、うん、せっかくここに来たんだから、はい、僕が持ってるものを全て役に立ててほしいなみたいな感じでシェアしてるっていう感じ、はい、うん、あくまでも押し付けじゃなくて、な、今こう考えててこんな気づきがあったよってよシェアするから、よかったらやってみてぐらいのスタンスでお話ししてる。あ、うん、確かに、うん、そうですね、社長さんよく言われるこの農園を使って自分を幸せになってくださいみたいな、社員の皆さんはこの寺坂農園を使って自分が幸せになるために、なんかそういうこと言われるじゃないですか。あ、そう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 、あ、そう、あの寺坂農園のために働くなってたまに言う、中例で、うん、なんでかって言ったら、いや寺坂農園のために働いたら必ず俺は裏切るからって言ってるの。なんでかって言ったら、期待通りに賞与出ないし、仕事なくなったら帰っていいよだし、期限が来たらはいさようならでしょ。だって秋になって冬になったら仕事なくなっちゃうから、必ず裏切っちゃう、うん、残念ながら、うん、だから寺坂農園のために働くんじゃなくて、自分のためにっていうか、自分がより幸せになるために寺坂農園っていう舞台を使ってくれって、悪い表現するならばもう踏み台にしろみたいな感じ、その舞台を用意してるのが私の専務の仕事さ、要は活躍の場、うん、この人はジムの方が向いてるから、畑で汗かくよりジムで電話取った方が能力発揮して輝けるよねっていうところ、うん、もうね、壮大なる演劇やってるようなもんだ、なん毎日、うん、そのプロデュースっていうか脚本っていうかセッティングやってるのが僕と専務、うん、でその演劇がどこに行くのかを描くのが私の仕事、そんなイメージ。だから自分のために働けとよく言ってる、うん、もし合わないと思うならやめてほしくないけど、うん、っていう話はよくしてるね、うん、だからもう逆に一番時間なくて一番、ね、休みなくて、ね、うん、まあ、そうですね、もう、うん、私は社会の奴隷です、うん、身を粉にして、はい、そういった意味で、うん、まあ、シェアしたいって気持ちですよね。そういうことですね、はい、そうですね、やっぱりその、その中例での話は、うん、そういう考え方が根本にあるシェアですね。みんなが幸せになる、なるほど、そういう舞台であってほしい、うん、だからね、一番嬉しいのはやっぱりこの農園があってよかったって言われたいのさ、うん、うん、もうそれがもう一番ね、うるっとくんね、うん、それは働く人もそうだし、協力農家さんからも、いや本当寺坂農園と付き合っててよかったって言われる時も、お客さんからもうこういう農園って
があってよかったって言われる、ね、そこに尽きる。なるほど。だから研修生にはあここに行ってよかったって言われるのに全力。なるほど、うん、そうですね。自分たちもその寺坂さんの講演を全然もう無料でどん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 聞かせていただいて、うんうんうん、質問も今こうやって、うん、ガンガンさせていただけるので本当に、うん、ありがたいと。あ、本当に。いや、そう言っていただけるとありがとうございます。はい、ということで、ではまたあの、うん、いっぱいやるんですが、いいよ、お願いします。これはちょっと大きな話なんですが、うん、現代の農業に対して思うこと。現代の農業に対して思うこと。思うことです。まあその現代の農業といっても、うん、今の農業情勢的な。まあそうですね。寺坂さんがバッと見て、面白いこと聞くね。あ、そうですか。俺だってさ、Facebook にね、今の騒動のこと一切書いてないからね。ああ。書いてないでしょ。はい、そうですね。うん。それとか政治ネタ絶対書かないし、はい、政策ネタも絶対書かないもんね。いや、書くのは全然 OK なんだけど、はい、僕は、うん、それよりなんか農園で起きてることを伝えた方が面白いかなっていうスタンスなんですけど。ああ、なるほど、お客様が。で、今の農業全体を見て感じて心配なことはね、じゃあ心配なこと、はい、うん、農政とか農業論語るつもりはないけど、心配なことはやっぱ人口減。人口減、うん、で人口減が悪いわけじゃないの、うん、あれはね、やっぱ第二次世界大戦があってベビーブーム1次、2次だからね、うん、で、まあ、当然の結果な、当然の成り行きで、逆に人口適正化に向かってるって考え方もできるよね。うん、あ、なるほど、うん、逆に増えすぎちゃってたっていうことも考えられる。まあ、増えてもいいし減ってもいいし、うん、増えるは増えるでいいこといっぱいだし、うん、適正に向かっていくのもいいこといっぱいだし、うんうん、で、まあ、人口が減少するっていうのを問題としてじゃなく今の起きてることとして捉えると、やっぱ農業生産はずっと続いてるわけだから、はい、野菜とかお米とか余っちゃうよね、安くなるよね。うん、それちょっとやっぱ農業者の方みんなだと思うんだけど、そこを危惧してる。まあうちは直販だから関係ないだろうとか、うん、じゃなくてやっぱ同じ農業だから、まあ、農政も考えてると思うんだけど、農林水産省ほんとよく先見てるからね、はい、うん、それがこれからの時代どうなっていくのかなって、うん、うちもやっぱりお客さん絶対減ってくるから、うん、どういう施策を取って、うん、つながりを太くすればね、減ってっても、うん、変わらなかったり、うん、そういうことを考えてる。なるほど、うん、農業情勢に関してはそれぐらいかな、うん、それよりお客さん喜ぶことをやったら、やったら面白いことやった方が絶対いいんで、うん、そうですね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。もうすげえ壮大なる質問が来たな。壮大なる質問ですね。ですね、これまた壮大なんですけど、いいよ、寺坂さんにとって仕事とは何でしょうか。仕事とはこの仕事を投稿で志のことって書いて仕事って書くときがあるんだよね、うん、全体を示すときに志のことで仕事って書く、作業は仕事って書くんだ普通の、うん、だけどこう取り組みとかそういう感じではこの仕事をっていう、うん、使うんですけど、寺坂さんにとって農業？いや、もう仕事ですね。まあ、農業と言い換えても全然大丈夫なんで。もう生きがい。生きがい。もう生きがい。生きがい。生きがい。もうね、究極のね、難易度最高の無理ゲーレベルの農業ゲームやってる俺。ああ。そんな感覚がある。なかなかできなくない？ね、メロン30頭作って、ね、2万ね、今年で6000玉近く、すべ、はい、てお客様と直接つながって SNS 駆使して関係性作って直販で、はい、早期に売り切れてトウモロコシも必死みたいな、4万本なんてどうやって直販するんよみたいなさ、もう青さめるよ俺。できんの、そんな。だから人員も集めなきゃいけないじゃないですか、じゃあ人を集めるにはどうしたらいいみたいなとか、ブランディングとかね、で、ウェブとかネットの世界はどんどん進化していくわけでしょ、はい、5G やってくれてさ、もうね、でも生産めっちゃベタにやんなきゃいけないわけでしょ。ね、土の物理性、化学性、微生物性っていう世界と太陽の周りを地球が一周回るルールも変わらないわけだし、ね、光と水と空気も変わらないわけだし、うん、その
もう本当に全部だよね。でさらにさらにその仕事だけじゃなくて家族とか、はいはい、プライベートのコミュニティとかも含めての壮大なる農業人生ゲームをやってる。しかも無理ゲーレベルそれをやってる感覚がある。あだからねすっごいやりがいはある。あ、はい、うん、家に帰ったらこんなんだけど酒飲んでこんなんだけどやっぱ一般的な仕事っていうと、うん、やっぱ家族と仕事っていうのは分けがちではない、うん、うちは、ね、ほぼ一体じゃない。やっぱり農業っていうのはそれが、うんうんうん、ある意味組み合わさっちゃうような。だから奥さんとの会話はいっぱいあるから子供が怒るもん。いつも、まあ、パパとママは仕事の話ばっかりしてもうって子供がいじけるぐらいやべえみたいな子供と対話しなきゃって、ね、それも含めて壮大なる農業人生ゲームやってるなって。そういう時はやっぱちゃんと子供と関わらなきゃいけないっていう信号を受け取らなきゃいけないし、あ、じゃあある意味仕事っていう枠組みでくくることもちょっとナンセンスかもしれない、ね、そうだね。どう生きるかってところだよね。どれも正解だからさ、はい、うん、どこに力入れるかもさ、うん、ね、今年はこれに力入れるでもこっちに力入れるでも、ね、もうその1年その月その瞬間もう常に判断と実行そして失敗して、リカバリーかけての繰り返しなんで、うん、でそこに成長があるじゃない自分の。あ、そうですね、でみんなの成長もあるじゃない、うん、そこ成長ってね快感なんだよ。快感でしょ、はいはい、おーみたいな、増えてきたみたいな、割れてきたみたいな、テストね、うん、業績ね、成績上がったって、成長ってすごい快感なんだよね、人間ってね。なのに農業ってその、うん、完全に成功することってことないって思うんですけど。あ、ないね、うん。ってことはやっぱり一生下手したら成長できるんですかね、うん、考えたら。いやもう本当に俺、もう老人ホームに入っても成長し続けるんだろうなって思ってあのいいですね、うん、そういう生き方と。今だって47になってるけど、あ、まだまだスキルアップできるなって感じがする。あ、できなくなることはやっぱ増えてきたんだよ。近くは見えないし、はい、体は思った通り動かないし、疲れるのも早くなってきてるけど、はい、うん、こっちは加速してるような感じはするし、やっぱ経験がすごい増えてきてるんで、分かることも、ね、読めることも増えてくるんで、うん、やっぱ成長は成長していく自分とか成長していく会社農園っていうのは本当快感があるよね。なるほど、うん、だからそれやっぱやりがいですよね、うん、はい、うん、そのあんまり区別ないな、プライベートと。休むっていう時はちょっと休まなきゃいけないけど、でも今日も朝は5時に起きてノーパスを開いてもう登校ですよ、家の中で。なるほど。それから娘の運動会行って、うん、娘の出番以外は本読んで、農業書読んで、うん、そして娘のパパ、娘の番だよと、おお、どこだみたいな感じで写真撮って、また本読んで、終わったっつって、また会社に来て、なるほど、うん、そんな感じ。あ、そういうこと、うん、今のお話の中に次の質問の答えがあったように感じたんですけど、どんな質問だったの。次は寺坂さんの仕事へのモチベーションとはっていうのを聞こうと思ってて。あ、モチベーション。で今、その成長こそがってことを言われたので、うん、それこそがモチベーションになるかなって僕的に理解したんですけど、うんうん、そうだよね。でまた対人スキルとか、ね、包容力とか、まあね、中小企業家同友会に入ってるんだけど、そこではやっぱ全人格的成長っていうんだよね。人として360度成長していこうよって。その販売だけじゃなく、ね、全人格、家庭とか、うん、そういうの全部高めてこうよっていう話で本当共感得れるんだけど。なるほど、うん、何だったっけ。そうですね、モチベーション。モチベーション、そう、モチベーションはね、これね、人によって違う、うんうん、僕はね、その成長が分かりやすいのがね、あ、これ言いづらいんだけど、数字あ、うん、で気をつけなきゃいけないのは売り上げじゃなくて、売り上げに行っちゃうんだけど、あ、売り上げ伸びてるって言ってたんだけど、利益ね、利益、うん、利益がどこまで出るのか、うん、やっぱ売り上げっていうのはどこまでお客様を喜ばすことができたのかが売り上げなのさ、はい、イコールここまでお客さんに貢献できましたよっていう数字がこう伸びていくわけなんですよ。なるほど、うん、うわ、1億超えたとかさ、うん、そこまでお客さんに貢献できて喜んでもらうことができた、うん、でそこから自分のスキルや、
取り組み方で経費、変動費と固定費かけてって上手に農業経営できたかどうかは利益なのよ。あ、利益で。そう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 、そっから利益は、ね、売上は立ってるんだけど、うん、上手にそれね効率よくできましたかっていうのが利益になっていくわけ、はい、で利益が出て出たら賞与になるわけよ、はい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 、社員さんとパートさんに。なるほど、そこがモチベーション。あ、ちょっと具体的な数字は言えないんだけど、もうほらって、ね、年末にボソッて渡してあげたいよね、はいはい、頑張ってくれた社員とパートさんにね。そこがモチベーション。もうね、そればっかり考えてる。どうやったらって、はい、だからこれね、売り上げ追っかけてったらね経費かけちゃうんだよ、はいはい、で僕はね成長好きなんだけど、お金稼ぐの好きな人っていうのはお金使うのも好きなんですよ。それ僕もそのタイプで分かってるから、はい、なんかエネルギー使いたいんだよね。あ、こっちに触れるとこっちに振る力って働くんで、でもこっちに振る力でお金使っちゃうと、その本当の求めてる、そのみんなで豊かになってこうよ、幸せになってこうよがずれてくるじゃん。そうです、うん、だから利益をよく見てその利益を分配するして、ポンってボーナス、お疲れ様ありがとうって言えるかどうか、うん、その厚みはどこなんだろうっていう。なるほど。そこがね俺モチベーションなんだよね。すごいですね。売り上げはお客様たちの喜び、そうで利益は社員であったり、まあ、その社長も含めた会社内の人々の喜びにつながってくる。そうそうそう、利益はね、うん、なるほど、いいですね、うん、売り上げはお客様で利益は社員の会社の中、そうそうそう、そこのバランスが大切なんですね。やっぱその売り上げだけに こだわって利益を下げてしまうと会社内がやっぱ、そう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 、いわゆるブラックって言われてしまったりする。そう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 、よくあるのが、ね、社長のね、あの僕が社員だったらさ、社長のレクサスのために俺ら働いてるんじゃねえよみたいなやつ。なるほど。そうはなりたくない。でもレクサスは乗りたい。なるほど。男の子だから。確かに、うん、でもレクサスっていう選択権はないよね。うん、あ、どうぞ持ってていいですよ。うん、映っていいよ。佐川急便さんが本当に毎日週から来ていただいてありがたいです。お疲れ様です。うん、そこそこ、なるほど。あ、でもこれは僕も将来農業やっていくうちですごい大切ですね、うん、やっぱり売り上げも循環だと思うんだよね。うん、お客様からの売り上げっていうのは感謝のエネルギーだから、ありがとうっていう感謝のエネルギーだから、舞台を演じておひねりが飛んでくるのと全く一緒だと僕感じてて、それが積もり積もってて、まあね、1点何億っていう売り上げになっちゃって、でそこから、うん、上手に経営できましたかって、農業って固定費かかって大変だよねだけど、そこを上手にね、ぶどまりよく品質の良い農産物を作って効率よく発送できましたか。なるほど。で問われるのが利益なのよ。利益。そう、やっぱその、うん、社長の腕がここに入ってくるってことです。そうそうそう、だからそこはすごい、あの寝るところでもある程度 2,3 年見越して投資もしなきゃいけないでしょ、はい、まあ、原価償却費になってくるんだけど、うん、そこのライン取り、うん、いや、すごい、いいです。うん、ありがとうございます。利益出すためには農業技術も超名人級まで上げていかなきゃいけないでしょ、栽培技術。うん、本当にやることいっぱい。そうですね。そう、社員さんが何本頑張っても、まあ、去年俺メロンで300万失敗しちゃったのさ、第2等の次決まっちゃって、それで300万の売り上げ飛んでくわけでしょ、だから利益100万200万ぶっ飛んでくわけでしょ、でごめんって話になっちゃうじゃん。本当責任重大。ですよね。うん、まあ、本当そこが直結して賞与とかにつながってくるわけですよね。そう、ね、月給は絶対払わなきゃいけないからですね。うん、ね、そこにプラスアルファ社員たちが頑張った、うん、でその社長 その経験で成長した分がそこに乗って賞与になってくるというのが、うん、モチベーションにつながってくると、賞与をポンってみんなに出せれた時が本当に最高にやったぜみたいな。でもやめないでしょそんなんだったら。まあ量によるけどやめないでしょ。うん、そういう農園にしたいなと、そこがモチベーション。なるほど、うん、そういうことです。具体的な数字は伏せときます。商用の社員さんも見てると思うから、社長具体的な数字言ってもらうとさみたいな感じになってくるんだよ。ま
確かに売り上げだけこだわってブラックになっちゃう企業って今問題ですよね。そうなんだよね。でまた伸びるときっていうのは経費もかかるからなかなか商業出せれないんだよね。そういう問題もそう、ありがとうございます。その社員さんのお話になるんですけど、はい、